はい、ゴールドマンゴルスクールのレッスン動画です。クラブを左に振る、要するにこの8時半の方向に振るには、アッパーアーム、ちょっと見てください。アッパーアームというのはこの部分ですね、肘から上、この部分を常にスイング中回転させます。左脇を締めて回転させるんですね。ちょっと手だけでやってみて、はい、回転、ね、ずっと締まってますよね、この内側。もう一回、はい、それで左手の甲でここドアがあったら叩いてみてください。どうぞ、コーンって真後ろをノックするんです。もう一回、こんな感覚なんですよね。前に出しちゃダメね。手の甲を前に出すと脇開きます。これほら、脇開くでしょ。これダメですね。こっちね、はい、コーンって、はい、その感覚です。はい、クラブ持って、はい、じゃあ打ってみましょうね。スイング中ここ開きませんよ。ここノックします。はい、ナイス。もう一回、8時半の方向ね、こっちに。ポーンって。はい、ナイスです。じゃあちょっとこのヘッドカバー挟んでみようか。ヘッドカバー挟むときは、このスイング中ね、後ろの脇の下を気にしてください。OK。ね、打てますね。左手甲で真後ろのドアをノックする感じね。この方向、8時半の方向、はい、OK、ストップ。見てください、よく締まってるよね。これ上腕アッパーアームがしっかり回転してるからなんですね。これ回転しないとこれ落ちます。これだとコントロールできませんね。もうコネクションが空いちゃうから ね。こういう感じで吸ってる時は左手の甲で後ろのドアをノックして、左の脇の後ろを気にしてください。はい、最後、はいね、30ヤード50ヤードのアプローチもこれすごく安定します。で、大きなクラブも振っていく方はそっちです。8時半の方向ね、ぜひ皆さん参考にしてください。